初代バジェで、オアハカ公爵エルナンコルテスデモンロインピサロは、スペインのコンキスタドール、メキシコ高原にあったアステカ帝国を征服した。1992年から2002年の、ユーロ導入までスペインで発行されていた最後の線、ペッセタ紙幣の表面に肖像が使用されていた。1485年、現在のエストレマデューラ地方メデジンにて生まれる。 イスパニョーラ島の統治者であったニコラス・デオバンドの遠赤にあたる。はじめ法律家を目指し、サラマンカ大学に通ったが叶えられなかった。当初、遠赤であったニコラス・デオバンドと共に、新大陸にあたる計画があったが、コルテスが大怪我をしたため叶えられなかった。その後、スペイン南部のカディス、セビリア、パロスなどで、新大陸から帰還したものの統治での発見、征服、 金、原住民などの話を聞くなどして、見聞を広めた。1504年に、アロンソ・キンテイロが率いる船で、イスパニョーラ島に渡り、植民者となった。キンテイロが、第一発見者になるために取ったライバルを騙したり、欺いたりする手法は、コルテスが新大陸でその後取った手法に少なからず、影響を与えた。歳のコルテスは、イスパニオラ島の首都サントドミンゴで、 市民登録をして、建物を建てたり土地を耕したりする権利を得た。ほどなくして、統治者のニコラス・デオ・バンドがコルテスに、エンコミエンダ製の権益を与え、彼をアスーアでコンポステーラの町の交渉人にした。その後5年間、コルテスは、植民地での地位の確立のために働いた。1506年、コルテスは、イスパニョーラ島とキューバの遠征に参加し、 多くの不動産とインディアンの奴隷を獲得した。1511年、コルテスはディエゴ・ベラスケスでクエリアルのキューバ征服に参加した。その結果ベラスケスはキューバの統治者となった。ベラスケスはキューバ支配におけるコルテスの働きに感心していた。コルテスの有望果敢なリーダーとして名声は、その後も続いた。そして、コルテスはベラスケスの秘書官となった。 キューバにおいてコルテスは、エンコミンダ製による収益や鉱山、牧畜などで生計を立てていた。秘書官としての地位により、彼は指導力も得た。1514年、コルテスは、労働力として、さらなる原住民の割り当てを要求していたグループのリーダーとなっていた。コルテスの制服路地が立ち、コルテスと統治者ベラスケスとの関係は、緊張状態となっていた。 1519年、コルテスは、キューバ総督、ディエゴ・ベラスケスの命令に違反して500人の兵、馬16頭、ホブネ11隻を率いて、メキシコ湾岸沿いに進み、3月12日、タバスコ川に到着、翌日の原住民との戦いに勝利する。ユカタン半島で8年前にこの地に漂着していた、コンキスタドーレス、ヘロニモデア・ギラールと、パイナランの族長の娘マリンチェと出会い、 彼ら二人を通訳権案内人として先へ進んだ。7月26日に兵の逃亡を防ぐため船を沈める。同年8月、メキシコ湾岸にベラクルス市を建設すると内陸へと進んでいった。メキシコ高原に到達すると、アステカの宿敵であるトラスカラ人と戦いは僕して同盟を結び、さらにテスココなど各地の勢力と同盟を結んだ上で、 アステカへと向かった。当時、過酷な税制によって、アステカ支配下の諸民族は、不満を強めており、これが、コルテスラの軍と同盟を結ばせる動機となった。結果、スペインと諸民族の混成軍は膨大な数に上った。10月16日、チョルーラの虐殺が起きる。この虐殺において、スペイン人の正確な報告はない。モクテスマ2世が、チョルーラの首長たちに、 コルテスを騙し討ちするよう命じたため、これを察知したコルテスが、チョルーラの傭人の殺害を命じた、あるいは、トラスカラ人が、宿敵のチョルーラ人に復讐するために起こしたと思われる。チョルーラの虐殺にアステカは震え上がった。インディオたちに白い神ケツアルコアトルの決心と崇められるようになっていた。コルテスは、アステカ王モクテスマ二世に、国を、 お返ししますと言われて定徴に迎えられ、アステカの首都手のチキトランを6日間案内されて、見学し、アステカが思いのほか協力であることに気づいた。この時、血塗られた神殿も案内された。まだ動いている心臓が銀の皿に乗せられていたという。弱腰を貴族たちに責められた、モクテスマ2世が、前言を翻して、スペイン人に立ち去るよう要求したため、ホルテスは、 わずかな兵をテノチティトランに残し体制を整えるために引き返した。コルテスは、ベラクルスで、パンフィロデ・ナルバイスに引きられたキューバ総督、追悼軍に野衆をかけて破ると、ナルバイスの部下を味方に引き入れインディオを引き連れて、再びテノチティトランに戻ってきた。しかしこの時、兵120名と共に留スを任されていた、ペドロデ・アルバラードたちが、採点中のアステカ人たちを虐殺し、 激怒したアステカ人たちは反乱を起こしていた。1520年6月29日、コルテスは反乱を起こしたアステカ人たちをモクテスマ2世に説得させようとしたが、激怒した住民によってモクテスマ2世は殺され、6月30日には暴動はさらに拡大して、コルテスは命からがら、テノチティトランを後にした。この事件は、スペイン側からは、 悲しき夜と呼ばれ、約1000名のスペイン人が死亡した。テノチティトランを脱出した、コルテス一行は、7月7日、オトゥンバダニで追撃してきたアステカ軍に追いつかれるが、逆にこれを大破し、アステカ軍は、テノチティトランに引き返した。7月12日、トラスカラに到着したコルテスは、テノチティトラン再征服のための軍備を整えた。一方アステカ人は、モクテスマ2世の後に、 新王、クイトラワックを選んで団結していたが、スペイン軍が持ち込んだ天然痘が蔓延して、10月には、在位わずか80日で、クイトラワックは死亡し、代わって25歳の勇敢な戦士、クアウテモック王に衰退した。1521年の初めコルテスは5万世の、スペイン兵、トラスカラテスココの連合軍を率いて、アステカに侵入すると、 メキシコ中央盆地の都市を攻略して4月28日にテノチティトランを包囲した。3ヶ月以上の攻防の末、8月13日にテノチティトランは陥落し、クアウテモックは捕らえられた。アステカを征服すると、コルテスは征服した土地を部下に分け与え、自らも広大な土地を手に入れた。これにより、旧アステカにもエンコミエンダ星が大々的に成立することとなった。 1523年、コルテスはカルロス一世から総督に任命され、カリフォルニア南部を探検した。同時に、ホンジェラスやニカラグアへ遠征隊を派遣した。入植者たちは広大な土地を与えられ、労働力としてインディオたちを金山や銀山で強制労働させ、奴隷として扱った。1524年、ホンジュラスのスペイン併合を宣言。 1525年2月26日、反乱を企てたとの疑いにより、クワウテモックを公主刑に処置した。この瞬間アステカは滅亡し、メキシコはスペインに併合された。1527年、スペインに一時帰国。1529年、バジェでオアハカ公爵に封ぜられる。1530年、メキシコに戻り、大エンコメンデロとして富を築いた。 1533年、カリフォルニア半島の先端を確認した。1540年、スペインに帰国。総督への再任を請願するも、却下される。1541年には、カール5世のアルジェーン世に参加した。1547年12月2日、セビーリア近くのカスティリエ・ハデラ・クエスタにて、セキリにより死亡。62歳。遺体は、 遺言により、メキシコ式と解消した手のチキトランに自身が立てたえ、スース病院内の礼拝堂に埋葬された。なお、コルテスの封じられた、バジェデ・オアハカ公の公爵位は、制裁のコマルティンが継いだ。その後、断刑は耐えたが、女子相続人を通じ、2018年現在までバジェデ・オアハカ公爵は存続している。エルナン・コルテス・コルテスは、アステカ帝国を支配。 そしてアステカ文明をンプなきまでに粉砕し、その文化に全く理解を及ぼさなかった。また、コルテスはキリスト教徒、それも経験なるカトリック信徒であったがために、インディオの社会が持っていた人身釘などの野蛮とされる側面のみを上げつらい、インディオの習慣を廃止させようとしたとの意見もある。事実、彼らは征服先で黄金を略奪し、 インディオの大量虐殺を行った。そして多くのインディオ女性を強姦し、さらには、制服が一段落した後は制服者としての政治的経済的な力で、これまた多くのインディオ女性を女かけとして所有した。コルテス自身も、インディオ女性のマリンチェを女かけとして長愛し、彼女との間に生まれた子供にマルティンと名付けており、現在も子孫がメキシコにいる。かつては、 コルテスの行為に関しては、インディオたちを人身訓義などを掲げる残酷な旧来の宗教の飲酒や強固な身分性から解放した宣教師によって福音に接することができた、などと肯定的に捉える見解が大半を占めた。また、コルテス一行を表して、ナワトル語で書かれた、コディセ・フロレンティーノには、平和の神と記されている。しかし、スペイン人による支配と搾取は、 先住民の文化、伝統、宗教を徹底的に粉砕し、先住民は白人入植者たちに奴隷のように刺激されるという状況に置かれた。18世紀から19世紀にかけて多発したインディオの反乱ワードにメキシコ独立の原動力とはなったが、19世紀に独立したメキシコ帝国、メキシコが死臭国の実権を手にしたのは、 かつて略奪と虐殺を繰り返したコンキスタドールの子孫であった。インディオの社会的立場の向上は20世紀にならなければ実現し得なかった。ありがとうございます。